教えてほしいことがあります。久しぶりだな、この企画。久しぶりですね。知りたいことはいろいろあるけどね。で、今日は何を教えてほしい？こちらです。びっくりマン伝説。なんだそれは。ロッテが出している本願系のお菓子ね。コラボとは違うのか。全然違う。私が調べたところだと、簡単に言うと旧ビックリマンのリメイク的なやつ。焼き直しなのか。昔のものをエンボスにした感じかな。そのあたりも含めて教えてほしいんだけど。なるほど。とにかく結構コラボとかの話になるとこの話題が出てきて、この続きを出してくれという声が多いわけよ。そうなのか。そう、かなりいる。なのでビックリマン伝説のそもそもの魅力が知りたい。何がそこまでコレクターを引きつけるのか。特にないのではないか。何かあるでしょ。コレクターなんて出せばみんな買うしな。その伝説とやらはこれまで結構出ているのだろう。11まで出ている。だからそこまで集めたからには最後まで出せと思っているだけでは。そうかもしれないけど、そこも教えてほしいのよ。私は全然これには触れてきてないからさ。買いたいのか。正直今持ってる情報だけで言うなら別に欲しくはないな。欲しくないのか。理由があるのよ。どんな。一番はね、種類が多すぎる。例えば伝説11なんて46種類あるのよ。そんなにか。これコンプするの超難しいと思うよ。水墨の35種類でもあれほどみんな苦労してるのに、46ってどうコンプしてるの。鬼畜じゃないのかな、この仕様。伝説は揃えやすいのかもな。そこら辺も教えてほしいな。当時文句出なかったのかな。私だったら絶対に文句言ってるけどね。旧ビックリマンのリメイクなら仕方ないのではないか。とにかく一箱では絶対に揃わないからね。本段以外でそれはちょっと困る。確かに金は使わないに限るしな。そういうことよ。これ平均どれぐらいでコンプできたんだろう。水墨は4箱でも揃わなかった人いるみたいだしな。それを考えると6箱買っても揃わない人とかもいたかもね。考えるだけでも恐ろしい。まあそんなわけでビックリマン伝説についていろいろと教えてほしいです。なぜそんなに欲しがるのか、魅力は何か、揃えやすいのかなどなど教えていただければと。教えてやってくれ。